こんにちは、スタルケルです。皆さん、オリジナルベイって作ったことありますでしょうか？自分ね、今までに結構な数のオリジナルベイを作ってきてるんですけども、今回は新しいやつを作っていきたいと思います。でね、自分が一番最初に作ったのがこのインフェルノサラマンダーっていう超絶シリーズに出てきたヘルサラマンダーをスパーキング化したっていうベイなんですけど、今回はこのインフェルノサラマンダーに関係したものをね作っていきたいと思います。それが何なのかというと、アニメ見てる方ならわかるかと思うんですけど、同じ超絶シリーズに出てきたエンペラーフォルネースをね作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。どうもスタコです。なんと作成した時のデータが撮影できませんでした。そのため今回は完成後のデータで我慢してください。今回はチップコアもオリジナルのものを作成しました。スパーキングチップのデザインはこんな感じです。どういう意図で作ったかは後で言います。最後はスパーキングリングです。インフェルノサラマンダーのようにシンプルなデザインに仕上げました。あとは 3D プリンターで印刷して色を塗って完成です。ということで完成したものがこちらになります。ネクサスフォルネウスでございます。どうでしょうか。ちょっとそれぞれ見ていきましょう。まずはこのチップから見ていきたいと思います。これがスパーキング版のフォルネウスチップになっております。エンペラーフォルネウスの元のやつですね。ちょっと自分この紫版しか持ってないんですけど、と比べるとこの元のやつってサメが2匹いるんですけど、今回はチップに分かれてるってことで、もうチップに一匹バンとねこうサメを描きました。そしてこの尻尾の部分はこう N をねイメージしております。これ何なのかというと、ネクサスフォルネスのネクサスの N ですねをイメージしております。そして真ん中にはしっかりとこのフォルネスのこの模様をオリジナルチップコアを作ってね再現しております。でまあ、名前ですけど、なんでネクサスフォルネースなのかっていうと、ネクサスって絆とかつながりとかっていう意味があるんですけど、このフォルネースを使うブレーダーの名前が吹雪っていうんですけど、その吹雪がこう州の下でね修行するんですけど、そう修行を得て、あ、絆とかそのみんなとのつながりが大事だなって改めて気づいて作ったっていう設定になっております。うん、だからこうこの吹雪はやっぱスオーとね、あのヘルサラマンダーのブレーダーのスオーとこうまたタッグ組んだりとかこう仲良くやっていきたいっていう気持ちが現れております。そしてリングですね、これがネクサスリングになります。でこれのネクサスリングの、まあ、形状ですね、この元のフォルネース見ると分かると思うんですけど、刃が下がってる部分と、こっちの上がってる部分、アッパーになってる部分ですね。スマッシュとアッパーが交互になってるんですよ。それを、こうしっかりと再現しております。うん。で、もちろんメタル搭載はできないので、これはまあ塗装なんですけど、この銀の部分はね。うん。で、今回はシンプルに、この黄緑の、エメラルドグリーンかな？の色だけ入れました。ということでこれを合わせるとネクサスフォルネースになるわけですね。それではカスタムやっていきましょう。何を使うのかというとこちらです。 2D。 いやなんで 2D なのかというと、こうやっぱダブルシャーシがいいなって思ってディフェンスのものを探した時 2D しかなかったからですね。でバリアは取り除いたやつです。これを使っていきたいと思います。そしてドライバーは何を使うのかというとこちらヤードメタルですね。これはあの第6天魔王くんっていうね方が作って送ってくれました。本当にありがとうございます。このヤードをちゃんと緑のヤードをメタル化したっていうね、そこがこだわりポイントですね。これでネクサスフォルネウスヤードメタル 2D になります。こう、この 2D とこのリングですね、による防御、そしてヤードがメタル化したことによって、さらに低重心化とディフェンス力が上がったスパーキングベイとなっております。
ということで今回はね、このインフェルノサラマンダーともバトルやっていきたいなと思っております。でちょっと自分が今回こだわったというか、こだわった部分がこのインフェルノサラマンダーとこう一緒に並べた時にこう向かい合うんですよ。こうフォルネウスとサラマンダーがこのチップのねっていうのをこうイメージしました。それでは早速バトルやっていきましょう。それではバトルやっていくんですけど、この塗装したやつ使ってこの塗装がね剥げたりとか壊れたりしたら泣いちゃうので、今回はこちらです。このオールブラックバージョンをね使っていきたいと思います。でこれでバトルやっていきましょう。それでは一番最初に戦うのはグライドラグナルクホイールリボルブ 1S です。やっていきましょう。うわ割れた。バーストはさせましたが、自分もバーストしてしまいましたね。まあ、続けましょう。それでは次に戦うのはグライドラグナルクホイールリボルブ 1S です。いや、なんで同じなのかっていうと、こっちがね早朝カラーなんですよ。超絶シリーズに出てきてたね。まあ、ちょっとチップの色違うんですけど、まあ、これでやっていきたいと思います。いきましょう。すべてがバラバラになりましたね。ちょっとこれはどうしようということでね、急遽新しいレジンで作り直したので、これでまたやっていきたいと思います。それではグライドラグナルクホイールリボルブ 1S と戦っていきましょう。おお、いける。え、ロックが砕けましたね。ということでまた新しく作り直しました。いや、なんかねちょっとこのきつすぎてロックの部分にすんごいテンションがねかかってるんですよ。まあ、ということでねこれでやっていきます。それでは次はインフィニットアキレスディメンションダッシュ 1B と戦っていきます。アイガが使ってたやつですね。吹雪対アイガ、いきましょう。さてどうなるのか。お、これはお、カウンター性能もある。それでは次はワールドスプリガンユナイトダッシュ 2B とバトルやっていきましょう。シューですね、この吹雪の師匠と戦っていきましょう。おーっと、どうなる。お、耐えてる耐えてる耐えてる耐えてますね、余裕で。さて、あー、しかし、うわー、負けた。普通にこれヤードメタルでこの 2D 吸っちゃいますね、低いから。それではラスト、このインフェルノサラマンダーと戦っていくんですけど、今回はこちらインフェルノサラマンダーオペレートダッシュ 1B 極炎バージョンとねバトルやっていきたいと思います。この吹雪対スオーめちゃくちゃ熱いですね。どうなるんでしょうか、いきましょう。マジか。うわ、さすがのサラマンダーのアタックに、まず1回目はオーバーですね。それでは2回戦目やっていきましょう。おぉ、耐えてる。おぉ、カウンターでオーバーが決まりました。いや、これめちゃくちゃいいバトルしてますね。それではラストやっていきましょう。耐えてる耐えてる。やばいやばい、どうなるこれ。さて、うわ、うわ、スピンフィニッシュでなんとフォルネースが勝ちました、スオーに。これでこうスオーがねまたこう優しくなってこう2人でタッグ組むみたいな展開、熱いですよね。ということで今回のオリジナルベイネクサスフォルネウスいかがだったでしょうか。いや、やっぱりこう破壊されなければ普通にねディフェンスも強いねベイになってたんじゃないかなと思います。そしてやっぱり個人的に
良かったのが、こう最初はね、こうバチバチ戦い合ってたこの2人が最後にはこうね、認め合ってこう背中を守り合うみたいなね展開に、まあ、なったのかなと、うん、そういうのがもうめちゃくちゃやっぱこれ設定がね、まあ、いいなと思いましたということで、あと今回このねエンペラーフォルネーズをちょっとプレゼント企画しますので、詳細はこの概要欄のリンクね、ツイッターのリンクでぜひ見てみてください。ツイッターから応募となります。ということで今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローやサブチャンネル登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。